皆さんこんにちは、佐々木一です。こんにちは。本日もライジン42の勝敗層をやっていきたいと思います。まあ、前回に続いて、まあ、今回も会長が司会進行していくということなんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回、はい、まあ、もうちょっとなんか引き出してほしいねんな、俺。そうですね、ちょっとやばいですね、マジで。うん、だから、俺も結構やっぱ練習と YouTube も全部含めてやって、はい、まあ、結構頑張ってるって言ったら頑張ってんねん。はい、そうですね。だからお前も頑張って。そうですね、やっぱ引き出す質問を今日は意識して、うん、僕は今日はちょっとプロの、あのインタビューはしていきますんで、うん、そこはプロ意識持って。そのために呼んでるからな。はい、自分の仕事さんと認識して。わ、はい、かりました、うん。そしたら僕今からもうキャラ作っていいですか。うん、ほんまにあの手下いいですか、プロとして、うん。びっくりしないでください。うん、そしたら今から3、2、1、今から真剣にプロっぽく言います。はい、お願いします。はい、そしたらですね、今回、ライジン42の勝敗予想の後編となるんですけども、うん、今回早速もうそしたら行かせていただきます。うん、女子のチャンピオンのクラスになってくる、伊沢聖華 VS、今までの頑張ってきたレジェンド、山本美宇選手、引退試合になります。うん、この勝敗予想を、佐々木選手。よろしくお願いします。まあ、これね、山本美宇選手引退試合で伊沢選手と試合するっていうのは、まあ、これはこれでめちゃめちゃいいカードかなって思うね。はい、うん、だから最後引退試合で現時点で一番強い女子の選手と試合ができる。はい、これは引退試合としては最高のお膳立てだと思うねんな。なるほどっすね。それでもし勝つようなことがあればもうすごい花道。そうですね、うん、もうどんねん返しですもんね。うん、はい、これ伊沢選手これ9勝0敗でもう早い、はい、浜崎選手が今までトップやったんですけど、うん、そこをちょっとイメージ変えましたもんね。うん、そうやな。はい、それに対して山本美宇選手やな。ちょっと一つだけ質問いいですか。うん、待ってごめんなさい。うん、引退する選手の気持ちからなるとね、うん、花道を飾った時に自分がやっぱいい勝ち方で終わりたいっていう選手もおると思うんですよ。うん、でもやっぱりファイターとしてはめちゃめちゃ強いやつと最後まで戦いたいんですか。うん、まあそれはもうそこは強い相手と戦って終わりたいっていうのは俺はあるけど。ああ、やっぱそういうところがやっぱあれですね、うん、本気で格闘技してる人は違うんですね。うんうん、さっきすごい違和感があったんですよ。うん、ある程度勝てる相手とやって花道作りたいかなって思ったんで、うん、意外やったんですよ。うん、まあでもそれは選手それぞれやと思うで、はい、やっぱその相手を選ぶっていうのはもちろんそのブランディング的に成績作るにしても、はい、それは大なり小なりあるからな。はい、うん、まあ、あと全然そんな関係なしでやるっていう人もおるし、はい、俺は基本的に相手選んだこと一回もない。あ、うん、なるほどね、断ったことも一回もない。なるほどですね。うん、だからそこはもう自分自身もその選手の売り方やと思うし、それ強い選手と断らんと例えば成績作られへんくて負け癖ついてっていう選手も今までいっぱいいてると思うし、はい、そこはもう何が正解かっていうのはない。もう自分がやっぱそこを選んでやっぱ勝っていくっていうのが正解だと思う。なるほどですね。でも納得できるんじゃやっぱ最後これ勝つ負けるどっちが勝つもちろん分からんけど、やっぱそこに対してやっぱ全力で最後総合格闘技に注いで挑戦するっていうところは、まあ、次にまた引退した後につながっていくんちゃう。なるほどですね。うんうん、まあ、それで、まあ、今回のは山本美宇選手の引退試合ということで、まあ、勝敗予想はやりません。サラスタ選手でも粋な男ですね。うんうん、まあ、でもその山本美宇選手のやっぱ伊沢選手との対戦するその決意意気込みっていうところは僕の中ではすごいなんかこう勇気づけられるものもあるし、なるほどっすね、まあ、そこを見たい。なるほどですね。うん、ほんで俺はやっぱ山本美宇選手をやっぱ全力で応援します。はい、いやでもなんか今のは意味深やなと思って、うん、やっぱ最後まで強い相手と戦い抜くっていうのが、うん、やっぱりそういう姿勢がリスペクトってことですね。やっぱあのファイターやね。ああ最後まで、うん、うん、かっこいいと思う、ほんまに。確かに。だから最後見届けさせていただきます。よし、頑張ってください。よし、次はですね、山本拓也選手 VS 横山武選手。正直僕両方とも知らないんですよ。うん、はい、ちょっとその辺のところご解説お願いします。まあ、山本拓也選手はグラチャンのチャンピオンで、あ、そうなんや。横山選手はネクサスのチャンピオン、この前山本ソダ選手に勝ってチャンピオンになってっていう選手で、はい、まあ、お互い、まあ、ベルトを持ってる両選手で、はい、横山選手はもう柔術上がりで寝技が強い選手、はい、で、まあ、これからどんどん上がってくるかなっていう注目、はい、まあ、格闘技業界では注目されてる選手。それに対して、まあ、山本拓也選手はライジンで白川選手と
試合して、まあ、その時は白川選手に勝つかなとか俺は思ってたんやけど、はい、まあ、山本拓也選手が負けてしまった、はい、ちょっとスタミナの部分も切れて、はい、でも山本選手はやっぱ投げ技とか結構強くて、はい、まあ、打撃でテイクダウンも行くけど、今回の相手に関しては寝技が強いということだから、まあ、寝技対やっぱ打撃の対決になるかなっていうのがあって、あ、まあ、この勝敗層の部分ではすごい難しいところあるけど、まあ、この勝敗層に関しては、はい、まあ、1ラウンド、はい、横浜選手が、まあ、1本勝利するかなと。なるほどですね。だから1本勝利するか山本拓也選手が KO 勝利するかっていう、まあ、そこの2択になんねんけど、まあ、まあ、ね、構図的にも、まあ、今回、まあ、1ラウンド横浜選手が何かしらのトリッキーな動きで寝技に持っていくんちゃうかなとは思うな。なるほどですね、うん、いやでも結構わかりやすかったですね、うん、だから2選手なんかすごいそのこれからまた出てくる選手やから、はい、ここの関取ゲームじゃないけど、はい、どっちが勝つかでやっぱまた展開変わってくると思うから、個人的には山本拓也選手は小倉会の同盟の選手とも試合したりしてるから、これはまあ結構個人的には応援してんだけど。ああ、なるほどですね、うん、まあ、そんな感じやね。いやでも新しい名前聞いたんで勉強になりました、うん、ありがとうございます、うん、だから決めの強さが横浜選手は強いかなっていうのは思うから、ね、うん、山本選手は打撃が強いってことですね、うん、まあ、打撃でなんかこう、はい、まあ、打撃のファイターではないんやけど、まあ、今回打撃対寝技っていう感じかな、うん、いや分かりました、ありがとうございます。はい、そしたら次の試合行かせてもらいたいと思います。はい、ここで出てきました佐々木村家選手 VS、うん、ボイド・アレン選手、あー、なるほどね、の試合の勝敗予想、うん、よろしくお願いします。佐々木浦佳選手言うたら、まあ、はい、まあ、僕の中ではすごい評価めちゃめちゃ高くしてる選手で、はい、まあ、バンタム級と、まあ、フェザー級で両方で活躍してて、まあ、今はフェザー級で階級上げてやってて、まあ、それが適正階級であるかなとは俺は思ってんね、はい、ただ成績的に堀江選手に負けて、はい、クレベル小池選手に負けて今2連敗中になってる。なるほどですね、うん、だから、うん、まあ、今回どうしてもやっぱ勝ちたい一戦にはなってくると思う。はい、そうですね、うん、ただ負けてるけど佐々木選手は本当強い選手だから、はい、まあ、この試合でも堀江選手にも勝つ可能性ももちろんあったから、はい、全然どっちが勝ってもおかしくないから、あ、クリベル小池選手にも、ま、負けたけど勝つ可能性だってあったから、はい、だからそれはもう勝負の世界からそうですねあるけど、でも勝ってもおかしくないぐらいの選手やから、 USC でも活躍してたしっていう、そうですね、いうので俺の中では佐々木浦佳選手は強い選手。なるほどですね、いい選手、昔から言ってますもんね、うん、金谷選手と佐々木浦佳選手は結構、うん、ソラサス選手のところで名前上がってますもんね。でそれに対してボイド・アレン選手は大臣で前回八千選手と試合して、八千、はい、選手に光くされて、まあ、やられてしまったっていう感じやねんけど、はい、まあ、そこの試合も俺見ててんけど、まあ、ちょっと寝技はそんなに上手ではないかなっていうので、う、まあ、今回の勝敗層として、はい、お願いします。佐々木浦佳選手の2ラウンド一本勝ちで。なるほどですね、うん、まあ、一応ボイド・アレン選手は打撃の選手なんで、はい、まあ、1ラウンド、まあ、打撃の攻防にはなると思うし、まあ、体自体でかいから、まあ、パワーはあると思うね、はい、ただ佐々木浦佳選手はバンタム級からフェザーに上げてるから、パワー的にはちょっと不安要素あるね、はい、だから堀江選手と試合した時もパワー的に結構ちょっと負けてた、フィジカル的に、うん、っていうところがあんねんけど、はい、でもフェザー級に上げてある程度期間経ってるから馴染んできてる、馴染んできてる。なるほどですね、うん、だからボイド・アレン選手に対しても、まあ、フィジカルはボイド・アレン選手の方が、まあ、強いかなと思うけど、まあ、しっかり削っていけるかなっていうので、やっぱ打撃の攻防の中で佐々木浦佳選手が組み入れていって、で、まあ、それで、まあ、その流れで、まあ、1ラウンド終わって、で2ラウンドしっかりバックチョーク内で仕留めてくるかなとは思うな。なるほどですね、うん、いや分かりやすかったです、ありがとうございます、うんうん、まあ、ウルカ選手、まあ、今回応援します、頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあでも忖度じゃないです。あ、はい、もちろんです、もちろんです。そしたら次行かせてもらっていいですか。はい、今日はプロの司会者できてますかね、僕。まあまあいい感じじゃん。 ありがとうございます、うん、もうその感じで、もうちょっと昨日聞いたなんか違う角度の質問とか、俺を引き出すような感じで やってほしいな。わ、はい、かりました。ほんで俺もファイターだし、別にしゃべくりがうまいタイプでもないから、はい、そこを料理するのも、はい、本当に課題になってくるから。わかりました、頼むで、頑張ります。はい、そしたら最後に行きます、うん、次はサトシ選手 VS
スパイク・カーライル選手の戦いですね、うん、実力者同士の戦いになってくると思います。そうだね、これ佐藤選手は前回 AJ マッキー選手と試合して、はい、まあ、0-3 で判定で負けてしまって、はい、まあ、佐藤選手のいい場面もあって、はい、まあ、強さ、まあ、佐藤選手勝つかなって俺は予想してたけど、そうですね、スラスターは佐藤選手つけてましたもんね、うんうん、はい、でもマッキー選手がやっぱ佐藤選手の寝技を恐れずにどんどん攻めに入ったっていうところがやっぱり良かったかなっていうのはあるよな。そ, で、ね、はい、でそれに対してあのカーライマイケル、マイケルカーライブちゃん、あのスパイクカーライブ選手です。スパイクカーライブ選手は、はい、あのベラドールで AJ マッキー選手と、はい、この前直近で試合してて、あ、でそうです、ね、ゼロ判定0-3で負けて、はい、でお互い AJ マッキー選手に敗戦してからのリスタート、リスタートで、ね、うん、ていうか今のを聞いたら結構見どころ満載ですね、うん、あ、そういう解説すごいいいですね、うん、なるほど。だからカーライフ選手もなんか、はい、あのまあ、武田選手、はい、と試合してフロントチョークで勝利して、そうですね、ほんで武田選手と今海外と今もこの前海外に練習しに行ってて2人でなんか偶然あったかなんか分からんけど、まあ、一緒になんか写真撮ったりもしてたな、はいはいはい、うん、だからまあいろんなところ練習してると思うね、カーライフ選手、はい、これはな、これって結構あれですか、もう実力者同士の戦いになるところですよね、うん、まあそれはカーライフ選手も実力はあるから、はいはい、まあでも寝技の部分で言ったらまあ佐藤選手やな、はい、まあ、これ試合所からいこうか、はい、お願いします。まあこれは、まあ、1ラウンド佐藤選手の一本勝ち、うわーマジですか、うん、結構これ迷わなかったですね、うん、で行くと思うな。やっぱ佐藤選手前回マッキー選手にやっぱ決められへんかったけど、はい、やっぱ決める力って言ったらやっぱめちゃめちゃ強いから、はい、うん、だから1ラウンドでやっぱ決めきるんちゃうかなっていうのは思うな。なるほどですね、うん、だからまあそこで、まあ、佐藤選手はしっかり勝ってで次やっぱ世界的にやっぱそこでアピールしていきたいっていうところあると思うから、はい、あの以前なんか佐藤選手がずっと勝ってる時に幻想を抱いてしまうぐらいやっぱどんだけ強いなっていうところで海外のベラドールの選手に負けたじゃないですか、うん、でもそこで大体世界標準の流れが見えてくると思うんですけど、うん、ソラサさんの見解では、うん、佐藤選手がこれからも海外に出ていった時にまだまだ伸びしろってあると思いますか。いや俺はあると思う。ああなるほどですね、うん、まだまだ強くなると、うん、まだまだあると思うし、はい、うん、でも世界にはな本当めっちゃ強いのいっぱいおんねんね、コロコロ。ちょっと質問していいですか、うん、世界と国内多分レベルの差って正直言ったら、うん、まあソラスター選手も戦ってきたじゃないですか、うん、レベルの差ってだいぶあるんですか。でもこの前だからあのムサヒル選手がベラドールで試合して、はい、ちょっと対戦相手の名前忘れたけど、はい、ムサヒル選手めっちゃ強いねんけど、強いイメージありますね。でも対戦相手まだ強かってなんかムサイ選手が結構普通の選手に見えるぐらいやってんな。なるほどっすね。ってなった時にやっぱ世界の壁の高さ、はい、だからムサイ選手めっちゃ強いで、強いけどあのムサイ選手が結構普通に見えちゃうぐらいのやっぱ対戦相手ってことはやっぱ本当に世界は広い。そうですね、うん、まあ、もちろん相性とかもあるし、はい、まあ、次やったらムサイ選手が勝つことだって絶対あると思うけど、やっぱあの試合も見て世界の選手はやっぱ強い選手ゴロゴロおるなと思うな。なるほどですね、うん、やっぱりその壁を埋めていくために大臣でみんな切磋琢磨して海外に羽ばたいていってほしいですね。うん、うん、そうやな。だから、まあ、佐藤選手も、まあ、大臣のチャンピオンとして、そうですね、これからどういう風にやっぱ成績作っていくか、そんでベラトールと大臣ってやっぱ、はい、あのやっぱ密接な関係があるから、はい、やっぱベラトールのやっぱ強い選手たちに対してどこまで対抗して強さにしていけるかっていうのもやっぱこうやっぱ見せどころになってくると思うな。なるほどですね、うん、そのためのやっぱ今回大切な試合な。だからカーライライル選手に負けるようじゃ結構厳しい。ああなるほどですね。絶対厳しい。世界は厳しいってことですね、うんうん、だからもう査定試合みたいな感じじゃ。なるほどですね。そこでそしたらどうも翔平さん今回ありがとうございました。はい、今回僕のインタビューはどうでしたか。いや今回まあ落ち着いてたけど、はい、なんかまあはっちゃかめっちゃかで行く、はい、まあうざいけど、はい、落ち着いてはっちゃかめっちゃかのこの間ぐらいがええんちゃう。なるほどっす、難しいっすね。そこをじゃあ次の動画でちょっと合わせてきてや、はい、うん、やっぱ成長していかなあかんと思うし、はい、僕は今こうやって課題出したんで、はい、こいつがちゃんと次その課題をちゃんと遂行してレベルアップしてるかどうかまた次のコメント動画でコメントください。
わかりました、うん、次の課題はそしたらちゃんとしながら、うん、臨機応変に雑談もできるという、わ、うん、かりました、まあ、あとね、あと、まあ、今回勝敗予想してますけど、うん、まあ、皆さんの勝敗予想もコメントでまた教えてください、ね、はい、よろしくお願いします。そしたらですね、次は最終章ということで雷神42、うん、ですね、芦田選手 VS 真島選手、うん、実力派同士ですね。それと、そうですよね、それは実力派同士、はい、今黙ったから間違いないかなと思って、それと久々の登場になる伊藤祐樹選手です。久々の登場の山本アンセン選手、うん、久々久々って何回も言われました、はい、そして井上選手 VS アーチュレッタ選手、うん、そして朝倉海選手 VS 本谷祐樹選手の、うん、その4本でそらさんの好きそうなカードなんで、うん、まあ、これが最後の回が一番好きなカードやな、はい、そうですね、まあ、集結してる、はい、うん、次のカードはもっと盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。どうも今日はありがとうございました。皆さんどうも最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。さよなら、バイバーイ。